皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。さて今回はシリーズでお伝えをしております私の盲学校の思い出話の中から、今回は教員免許をテーマにお話ししてみようかなと思います。改めまして、私は生まれつきの視覚障害者、近くのものが見える程度の弱視です。そして私は小学4年から高校3年まで9年間を県立の盲学校、現在は視覚特別支援学校という言い方に変わっていますけども、盲学校で過ごしていました。そんな盲学校での、ね、思い出話をいろいろとお話ししているこのシリーズなんですけども、今回は教員免許に関する、ね、あるある話をちょっとお話ししてみようかなと思います。最近では小学校でもね、教科別のね授業が増えてきた。国語の先生、算数の先生、社会の先生、そんな感じで中学や高校では当たり前ですけども、現在は小学校でもね、そんな感じで教科ごとにね、担当の先生が変わる、そんな授業が増えてきたと思われますけども、まあ一般的に幼稚園、小学校はね、全ての教科をこう受け持つわけじゃないですか。で、中学、高等、高等学校になると、まあ、それぞれ教科別の、ね、先生が交代交代で授業を行うと、それとは別で担任のクラスの先生がいると、そんな感じだと思うんですね。で、もちろん盲学校も同じなんですね。で、私は小学4年から盲学校行ってるんですけども、これ小学校、盲学校あるあるのお話として、後になって先生の専門を知るということがよくあります。どういうことかっていうと、例えば普通にね、小中高、管理職で教頭先生、校長先生、まあ、学校によっては今は副校長とかっていう方になってたりとかもするのかな、もちろんいらっしゃるわけですけども、そういった管理職の先生ももともとは平野普通の教員だったわけじゃないですか。ということは何かしら専門の科目を持ってるはずなんですよね。で、後になって例えば、ああ校長先生ってもともと体育の先生だったのか、教頭先生って専門は音楽だったんだとかね、後になってからそういうことをね知ることもあるかと思うんですけども、これ盲学校あるある何かっていうと、例えばこう小学部の先生がいっぱいいらっしゃるわけで、でその小学生が、そのままね、中学部に、まあ、盲学校は同じ一つの学校の中に学部がたくさんあるわけなんですよね。で、普通に小学6年まで行くと、まあ、転校しなければその盲学校の中学部に入って中学1年生となるわけなんですけども、先生も同時に上がってくる場合があるんですね。小学部でクラスの担任だった先生が中学部になっても、学部が変わってもまた同じ先生が担任になる場合があるということで、でもそうなるとその先生はこう小学校の免許じゃなくて、中学や高等学校の各専門教科の、免許も持ってる、つか持ってないと学部上がれませんからね。だから小学校の免許しか持ってない先生はその中学部とか高等部の担当にはもちろんなるわけないので、上がってくる先生は何かしら専門の教科を持ってる。だからこう小学部の先生が中学部や高等部に移動できた時に、あの先生って実はあの免許の専門の先生だったんだっていうのをね知るケースっていうのはよくありますね。だから私も以前こう長いこう9年間を盲学校で過ごしていたわけなんですけども、小学部にいた先生が、次の年度に中学部や高等部に移動してその専門科目の、教員になっているということで、あの先生って国語の先生だったのかとか、音楽の先生だったんだねとか、数学だったんで意外だなとか、なんかそんなね、感じ、幼稚部からいきなり高等部に上がってきて、社会の先生だったんだとかって、ね、知ることもよくあります。で、逆で中学部や高等部でね、その専門科目を教えていた先生が、次の年にこういきなり小学部とか幼稚部に行くっていうケースももちろんあるわけで、まあ、もちろんそういう場合はその先生方がそれぞれそう小学校とか幼稚園の、ね、教員免許を持ってるから行けるっていう、そんなことがあるんですね。だからこう教員免許っていろんな種類がもちろんあるわけですけども、まあ、こう様々な学部の、ね、幅広い免許を持ってると、この一つの学校の中での学部移動も結構多いという、そういう意味ではね、なんかなんていうのかな、オールマイティーに、まあ、いろんな子どもたちと接することができる、というのがね、こう盲学校とかこう特別支援学校あるあるのかな、あるあるなのかななんて思いました。
ちなみにこう私たびたび盲学校のお話の中で寄宿舎のお話をしますけども、寄宿舎にもねもちろん先生がいるんですけども、こちらは、寄宿舎指導員という肩書き扱いになって、これはまた教員とはまた違うので、また機会があればそのあたりお話できればいいかななんて思います。はい、というわけで今回ちょっと盲学校あるあるみたいなお話でしたけども、教員免許に関するねお話をさせていただきました。というわけで、最後までご覧いただきありがとうございました。それではバイバイ。この度 YouTube PR 用の X アカウントを作成しました。日々のつぶやきをしている私の個人アカウント、そして猫ちゃん関連の私の姉のアカウントも合わせてよろしくお願いします。私の姉ふみっこがTikTok と YouTube を始めました。猫ちゃん関連の動画盛りだくさんです。ぜひアクセスしてみてください。